上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う、ご案内させていただいております。営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々です。51回目の配信なんですけれども、はい、前回からの続きということになっております。はい、はい、群馬県庁32階熱源のスペースより引き続きお楽しみいただければと思います。長崎新聞さんとのコラボ会で、はい、お国自慢とか具体的なアドバイスとか、はい、まあ、前回から少しちょっと毛色も変わってお楽しみいただけるかなと思いますので、はい、ぜひお聞きいただければと思います。それでは早速お聞きください。馬が舞う、馬が舞う、馬が舞う。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う。長崎新聞さんの NNN チームさんとコラボということで、前半はね結構その記者トークみたいな形で新聞記者のお仕事だったり新聞業界の話に、が多かったんですけれども、後半は観光情報みたいなところも触れていければななんて思う、はい、得意分野ありがとうございます。長崎最高群馬も最高ですよ、伊藤さんそもそも長崎の、はい、現状イメージなんかあれですか？なんだろう、やっぱカステラが私は最初に浮かびますね。ああ私だとちゃんぽんがね、最高。あとあれですね、そうだ、私長崎新聞の方、まあ、別で知り合いの方いるんですけども、はい、なんか東京で食事させてもらった時に、はい、東京のお魚は私全然すごい美味しいと思ってたんですけど、長崎のに比べるといやちょっとあれだよっつって、長崎の魚はすごく美味しいよみたいな、魚マウントです、魚マウント。あるあるなんですか？現状群馬県民からするとそういう感じのイメージになってしまう部分があるんですが、はい、イメージをガラッといい意味で変えていただきたいんですけれども、できるのかな、おすすめを、おすすめをプレゼンタイムみたいな感じであれですかね。そしたらそういうです、ね、まずご飯がいいですかね。ご飯からいきますか。ご飯が気になっちゃいます、ね、定番どころだとね、いやでもやっぱりちゃんぽん、皿うどん食べてほしいよね。皿うどんは食べる、そうそうそう、特に皿うどんはうちのポッドキャストでも取り上げたことがあるんですけど、長崎県民はやっぱ皿うどんに対してやっぱ並々ならぬ思いがありまして、皿うどん太麺派か細麺か派っていう永遠のテーマがあるんですよ。細麺っていうのは多分皆さんがイメージされるパリパリの乾麺みたいなものにあんかけが乗っている、はいはい、これが細麺の皿うどんなんですけど、太麺は、まあ、いわゆるちゃんぽんの麺のをイメージしてもらって、それを普通に茹で上げたものにと具を炒めて、まあ、一緒に炒める派と外であんかけかける派といるんですけど、はい、また派生があるんですけどまあそういう太麺の皿うどんっていうのもあって、じゃあ皿うどんといえば細麺なのか太麺なのかっていうのはもう県民はもうこれはね禁断の問い。でうちの新聞でもうアンケート調査をしたんですけれども、それはねもうすごい回答率になって、もう未だにあの回答率は超えられてないよね。そんなに900件ぐらい多分投票が来ました。それは自分の中での皿うどんは近所のお店とかってことですか？あ、そうですね、うん、近所のお店とか、あとその時話してたのは学校給食で出たかとか、うん、あと結構長崎県民市民あるあるではやっぱその親戚とかがお盆とかお正月に集まった時に、まあ、近くの中華料理屋さんで皿うどん取ってみんなで大皿で来た皿うどん取り分けて食べるっていう文化が結構あるんで、その時に、まあ、太麺を食べる人が結構ねその時は多くて、はい、太麺に親しんでる人もいるし、そうです、長崎市ならではではウスターソース、まあ、ソースをかけるっていう、すごい驚かれた。ソースかけるか酢かけるか問題とかさまざまなですね、あの派生の宗派がありまして、宗派です、ね、確かに宗派です、非常にこれはあの複雑回帰ですね、しっかりそれは味わってほしいなと思いますね、どっちもね。
え、入門編としてこれがおすすめみたいなのありますか？サラウド。あ、入門編はもうリンガーハットです。なるほど。もうあのリンガーハットがもうあの最強なんだから。リンガーハットはこう長崎県内でそのちゃんぽん戦争を制して上京してるんで。ああ、なるほど。もうリンガーハットさんにもうまず行ってもらって、そこからこうスタンダードの味をインストールしていただいて、長崎に来ていただいた時にまあ。どんなちゃんぽん美味しいかな、ちゃんぽんもいろいろね、スープでね、鶏ガラなのか、ちょっと豚骨がちょっとベースとして多いのかみたいな、いろいろありますので、自分好みのちゃんぽんを見つけていただいたり、まあ、サラウドもいろいろ探していただいたり。いや、そこ気になってたんですよ。リンガーハットさんって全国区なんで、そのなんか地元の人からすると、あれはもうリンガーで、あ、リンガーだっていう一つのジャンルなのかなと思ったんですけど、そういうわけでもないんですよ。僕は思います。僕はあれはちゃんぽんではなく、あれはリンガーハットだって。そういう方もいらっしゃるんですね。結構その、あの、まあ、美味しいんですよ。リンガーハット美味しいんですけど、うん、はい、でもやっぱこう個人的にはちゃんぽんといえば好きなあの個別の店があって、ね、あ、そうなんですよね。なんかでも、でもリンガーは地元でも、まず、まず始めるとしたら、ね、入門編としては、まず今からちゃんぽん始めたい。サラウドを始めたいっていう人はスポーツみたいな。ちなみにこれもう言っちゃいますけど、そのリンガーハット系列でとんかつ浜勝っていう、これは確かにとんかつ浜勝っていうとんかつのレストランがあるんですよ、うん、これリンガーさんが同じ系列でやっているあのファミレスなんですけど、うん、ここがもうマジで現状日本で一番美味しいファミレスだと思う。本当にとんかつ浜勝のあの優しさと美味しさを味わってほしい。本当ですね。とんかつ浜勝の回もあの一番多分我々のあの NNN もね、うん、あの130回ぐらいやってる中で一番イルな回と言われてる、はい、とんかつ浜勝原理主義の回をまぜひとんかつ浜勝にぜひ来ていただきたい。関東圏はもうねないんですよ。群馬から行くにはどうしたらいいですか？だからもう長崎に来てもらうしかない。そうですね、1号店をご案内しますよね、梶山町にね。原点、原点浜勝。あとさっきちょっとお魚マウントみたいな話、あと練り物、うん、カステラ、このあたりもちょっと聞いてみたいんですけれども、うんうんうん、いかがでしょうか。魚はでも実際僕と三代くんはあの東京で暮らしてたんですけど、あのごめんなさいね、本当にマジで叶わないぐらい長崎の方がうまいと思います。マウントしてる。そうなんですね。否めない。食べたい。その何が決定的に違いますか。すみません、本当にあの海がなくてですね、お魚情報が疎いんですよ。そうですよね。どうぞ。まあ、普通にスーパーで売ってて安いものが美味しいっていう。うん、長崎はまあマグロはあんまない、うん、なんかそんなにこうメジャーではないで、どっちかっていうとこうヒラスとかブリとか、うん、アジとか、うん、青魚系、ね、うん、調理加工してもすごく美味しいし、うん、あの刺身生で食べてもめちゃめちゃ美味しいのが、特にここにはあの島グルメを知り尽くしている男がいるので、ぜひ島の魚についても聞いていただければ。はい、そうですね。島で食べるのはなんかもうスーパーで買うよりも、その島のおじちゃんたちが釣った魚をにをおじちゃんたちがさばいたやつが一番うまい。これどうしようもないですよ。知り合いになるしかない。確かにそうですね。おじさんと知り合いになるしかない。人脈で、なんかそれをなんかこう唐辛子を、青唐辛子を醤油にこう溶かしてというか、ちょっと浮かべて、それをつけて食べるんですよね。わさびとかじゃない。すごい美味しい。今までで一番美味しかったお刺身あるよね。一番美味しかったのは、うん、あのもうその地域の祭りに参加し、まあ、取材して参加して、うん、それが終わった後になんか寺、まあ、神社みたいなところで釣ってきたものをさばいてそこで食べるっていう、それが一番うまかった。最高ですね。白くんの生涯ベスト飯の。ベスト飯、島の魚。確か私もあの三代くんはその五島市という五島列島の南の方に、うん、あの駐在してたんですけど、うん、私がかつていた佐世保市という県北の方には上五島っていうまたちょっと北の方の五島列島の地域があって、また文化が若干違うんですけど、であの佐世保市内にあの宇久島っていう島があったので、そこも管轄だったので、まあ、たまに行ってたんですが、イサキとかがイサキをちょっと
取材に行ったらものすごくご馳走してくださるんですよ。優しい先生たちがいっぱいいて、学校の取材が多かったので、で行ってなんかイサキのこんな大きいお皿になんかイサキちょっと炙ったやつをこういっぱい乗ってて、でちょっと薬味とか乗ってて、まあ、それが全然臭みがなくって、なんか美味しい脂身だけがこう感じられる、で淡白なんでパクパク何いねいくつでも食べられて、もうあれ美味しかったですね。島、やっぱ魚かけ島は最強。うん、酒が欲しいです、ね。美味しそう、食べたい。でも市内の居酒屋さんでも本当に美味しいです。ね、うん、臭みがない、うんうん。あと長崎の魚の特徴として魚種がめちゃめちゃ多いんですよ。うん、もうすごい種類が多くて、うん、僕らもちょっと把握できないぐらいたくさんの種類があって、全然居酒屋とか行って聞いたことない魚とか出されることも結構あったりもしますし。あとなんか長崎での呼び名みたいな魚の呼び名もあったりするので、なんかこう東京行って通じなかったりとかもなんかしたりね。そうですね、季節によって本当にいろんな魚が美味しいんで、いつ来ても多分美味しいです、うんうん、うん、その季節の魚が、うん、行くっきゃない、行くっきゃない行くしかない。魚1個でここまで行きたくなるってすごい、でもプレゼン力が高いですね。いや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 、見習っていかなければいけない。でもあんまり魚のイメージってなくないですか、長崎展開を見ると、うん、多分あの下関とか北海道とかそういうところってやっぱちゃんと魚市場があってそこで食べれますみたいな、そういう施設って長崎ってすごい少ないないないんですよ。だから自分でもうフラッと店探して食べるっていうのが一番スタンダードになっちゃうので、そういう意味でちょっとね、うん、楽しみにくいところはあるのかなと思うんですけど、ディープな楽しみ方ですよね、そういった意味で、まあ、言っていただければもうお連れします、お連れします、はい、ロケあるな、これロケロケやるしかないまず浜かつか構成がすごそうですね中毒ですもん、浜勝。浜勝にごますって言うじゃないですか。そうそうそう、ごまするだけ。浜勝だけ。そうそうそう、長崎の人にしか分からないんだけど。浜勝ではそのソースあるじゃないですか。でソースをただかけるだけじゃなくて、ちゃんとごまをすり鉢できちんと席ですって、ね、待ってくるまでの思いやりなんですよね。そうそうそう、出てくるまでの思いやりとして、コリコリコリってして、そう。高めるんですよね、食欲をね、食べたいな、美味しいなって。まあ、とにかくごまを必ずするんですよ、浜田さんから自分でその時間も含めて、それを受けたらギャグです。はい、すいません、本当に浜田さんギャグかまして。やっぱすごい地元愛がすごい。あ、時田さん、違う、浜田さん愛が異常に強い人が浜田さんなんです。いや、好きなの、浜田さん。じゃあ長崎に行ったら浜カツ食べて、魚食べて、でいろんなちゃんぽん食べてって、食べるのはなんとなく想像ついたんですけど、お土産でこれを買ってけっていうのありますか？お土産ね、かなりいろんなものが思い浮かんでる様子ですね、これは。いや、決定打がなくないですか？うん、そうね、人によるもんね。あ、じゃあ皆さんの、でもその練り物、その、ね、ここは結構かなり美味しいんじゃないかなと思う、うん、おでんに結構長崎の人って、うん、かまぼこめっちゃ入れるんですよ、練り物を。へ、入り物の数がすごい多い。他の県は入れないんですか？あんなに、うん、あんまり入れないよ。へ、かまぼこ、おでん、かまぼこ、揚げたやつとか、そう、天ぷら、いわゆるそっちで天ぷらっていうかもしれない。天ぷらって言うんだよね。それもまたややこしいよ。紅白のかまぼこじゃなくて、なんかこう揚げたごぼう天とか、そうそう、練り物をなんか油で揚げた、なんか油揚げみたいなかまぼこのことを天ぷらって言うんですけど、こっちでは。それを結構いっぱいおでんに入ってて、長崎おでんって言ってね、うまそう。だからそれも結構美味しいとしますね。で、練り物は結構、まあ、日持ちはしないしたりしなかったりするんですけど、まあ、あちこちお土産屋さんに置いてるんで、まあ、そのまま食べても美味しいし、持ち帰ってもらってね、おでんとかに入れてもらったりっていうのは結構美味しいかなって思いますね。結構発想もできるからですね。そう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 、例えば角煮まん、角煮まんね、角煮まんも結構こうお土産としては割と定番で喜ばれる、岩崎本舗の、そうですね、お土産であるんですね、持たせてほしいね。お土産といえばカステラ、カステラだと思ってました。カステラではないんですね。
あ、いや、カステラはぜひ楽しんでほしいんですけど、カ、うんうんうん、はい、ステラもうやばいくらい群雄割拠なんですよ、そのカステラ店が、うん、なんでこれ買っとけっていうやつがあるわけではないってことですか。いや、ありますあります。 あるんですね。いいのかなこれ。じゃいや、もうとにかく一人勝ちしてるところは、うん、はい、あの草屋さんっていう、はい、あ、下にザラメがついてるね。そうです、あの、で、あの、まあ、そこは東京とかのね、あの、はい、新宿駅とかにも行けば多分店とかも出されてるんですけれども、まあ、歴史が他と比べて全然、うん、やっている歴史がすごい老舗中の老舗なんで、はいはい、そこの部分の違いと、やっぱこう見た目もあの綺麗な卵の黄色、色が多分他と比べるとやっぱかなり鮮やかさがちょっと違うのと、うん、まあ、しっとり感とザラメの歯応えの美味しさとか、まあ、そういうのがあるんで、まあ、草屋はちょっとね、あんまりこういうのは ね、うん、公平中立だからね、我々は。広告の絡みもあるし、あまり言えないけど。言えないんですけど、ただ事実として、草屋さんがまあ一番の老舗で、うん、まあ、長崎県民にはまあ定番として愛されているっていうのは間違いない。それは言っていいよね。そう、草屋持ってこられたら、あ、本気なんだなって思う。そうですよね。本気だ。じゃあ、そういった意味では、もう一応絶対王者という形で、そうですね。そう、うん、そう、うん、ボールペンに乗ってジェットストリームみたいな。令和のカステラ群雄割拠状況でいくと、新興勢力みたいなのもあったりするんですか。どこだろう、新興かわかんないです。泉屋とかはこういろんな種類とか、そうですね、あ、攻めてる、うん、攻めてる、うん、商売が上手だけじゃなくて、いろんなカステラを使ったこう様々な、カステララスクとかね、そうそう、おやつ、カステララスク、展開されていて、ちょっとし、まあ、新興勢力かもね、泉谷さんはね、あのカステラ作り体験も、そうそう、カステラ作り体験もできて、私この前 やりに行ったんですけど、でもね、カステラ作るもんじゃなくて食べるもんだと思う。そうなんですね。ボッソボソしてて、なんか家族にあげたら美味しくなかったって言われて、あんな頑張って作ったのに。シンプルなだけで美味しいの作るのは大変、技能が問われるんですよ、一個一個の所作が問われるんですよ。あとちょっと時期過ぎましたけど、長崎といえば桃カステラっていうのもあって、あのカステラの生地の上に砂糖菓子みたいな桃の形になってる、綺麗な、綺麗な、それをあの桃の節句に結構食べる、食べる、長崎ならやべえぐらい甘い、やべえほど甘いいいです、 ありがとうございます。あ、甘い、ね、めっちゃ美味しそう、なんかすごいカラフルで、うん、これは結構好き嫌い、甘、ね、甘いのが苦手な人は結構無理なくらい、小さいのもありますからね、そう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 、あれ結構好きなんですよね、意外、うん、好きなんですよ、もう本当地元のリアル情報ですから、ね、馬川ウリスナーの方もこうスマホ片手にいろいろ調べながら、調べながらぜひぜひ感じていただきたい、だいぶコロナも、まあ、収まってきたというか、まあ、5類の移行とかもあるので、うん、旅行もしやすくなったと思いますし、うん、あの長崎もね、新幹線が通ってね、うん、まあ、ちょっと途切れてるところありますけど、結構途切れてるところもありますが、まあ、一応新幹線が通りましたし、あの長崎って、まあ、昔からやっぱ観光都市、観光で、まあ、経済圏を、まあ、なんかある種確立してきたところもあるので、うん、それはもう原爆平和も含めてですね、うん、なんですけれども、いろんな異文化とかあの世界遺産も多いですし、あのそういう意味ではこう観光っていうのも長崎の大きなこう柱なんですけれども、うん、だからもう逆になんかちょっとね、あの今コロナで一回観光がちょっとこう止まってから、じゃあ次、まあ、皆さんにまた来てもらうためにどうやるかっていうか、長崎ってやっぱ修学旅行で来るっていう人がやっぱり圧倒的に多いんで、行きました、私高校生の修学旅行で、そっから先にちょっとあんまり繋がってないっていう感じはあるんですよね。京都とか奈良とかはやっぱ修学旅行で行っても大人になっても行ったりするんですけど、長崎ってやっぱ修学旅行で行ったらもうそこで終わり、ある意味いい意味でも悪い意味でもやっぱそういう定番化が進んでるんで、もうちょっとこう奥の深いあの細かい歴史みたいなのをとかコンテンツをね伝えられれば、もっとたくさんの人に来てもらえるのかなっては思うけどね。いや、長崎県って別にあの平和記念像とグラバー園だけじゃないんですよ。そうだよね、結構長崎市以外にあのいっぱい、あの結構広くて、広いというか細長いんで、すごいいろんな特色があって、あのまあ、特に離島もあるし、ね、離島はそれぞれで、まあ、全然違うし、佐世保市も私地元なんですけど、あの、まあ、カステラじゃなくて佐世保バーガーとかですね、っていうのもこうグルメもあるし、島原の方に行ったらまた全然ちょっとこう違った街並み、雑煮とか街並みも違うんで、
まあ、なんかこう固定観念にとらわれない、とらわれない楽しみ方を、うん、多様な魅力があるかなと思います。結構うまけもそうなんでしょうけどね。うんうんうん、いやあと長崎といえば福山雅治さん。おお、なるほど。取材をされたり、そこですよ、ね、そうですね。さだまさしさんもいますけどね。まさしかね。ひとしさんもいますけどね。でも福山さんは長崎愛が結構すごいあると。うん、皆さんも強いですよね。福山さんも含めてですけど。でもちょっと私は福山雅治さんの長崎愛にはちょっと一言言いたいことがある。言わなくていいんじゃない？言わない方がいいと思うから、もうあの、はい、そんなポジティブじゃないから。いろいろね、やっぱいろいろいますけどね。やっぱストラテジーっていうか、戦略なんじゃないかなって思うんですね、長崎愛が。ちょっとブランド化されて、ちょっとあまりにもそう、あのうまくやりすぎてるんじゃないかっていう、ね、そうなんですよ。そう。長崎愛疑惑。それはさ、福山さんに求めるのは酷ですよ。だって、やっぱりお若い頃長崎で多分名の字も出してなかったと思うんです。多分九州でごまかしてたと思うんですけど、それがまあちょっとこうミドルエイジに入ってきてからですよ。まあ、故郷への思いに心震わせるような世代になってきた。いや、それでいいじゃない。ファンの方もなってきた時になんか絶対出てくるところがなんかちょっと私としてはやっぱりなんかちょっとこう感じちゃうと、いいだろう、人は変わるんだよ。あ、そういうことだね。なんだろう、やっぱ佐田さんとか前川さんってやっぱもっと我々のなんだろう、庶民に近いこう親しみのあるこうタレント性っていう感じです、うん、やっぱ福山さんってもうちょっとスター、うんうん、スターとしてのこうカリスマ性っていうのがすごく高い存在、うん、長崎でもね、うん、なんで、ちょっとまた人気のベクトルが少しね、そうそうそう、違う感じですね、距離感が違うんですよね、市民に。でもそれは多分福山さんのやっぱ戦略として、うん、あのしっかりビッグスターで、平成のビッグスター、令和でもビッグスターみたいな感じで、しっかりこう、うん、売り出していこうっていう彼なりのこう戦略があるわけですから、うん、そうやっぱね、皆さん前川さんとか佐田さんみたいにね、そういうとこまで求めるのは酷ではないのか。でもやっぱなんか長崎を語るのであれば、やっぱりそのこう地面にも降りてきてほしいというか、いい曲出すよね、なんかスノキとかいい曲出しますけど、やっぱりなんか素のね、雅治を見せてほしいなって。素の雅治、誰が君誰なんだろう、裸の正春、ね、裸の正春をやっぱり私たち見たい。まあそれはまた今後の福山さんのフェーズに注目してる、うん、だから60代70代差し掛かってきた時に正春はどう展開していくのかが見ものです。完全に NNN やってます。やばいやばい、置いてけぼりになってる。そうそう、すいません。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんとなくあの地元での立ち位置が分かりました。これ代表、これ長崎代表じゃないの。逆にせっかくの機会なんで、こっちにあの言いたいこととか質問みたいなのがあれば。あ、そうですね、なんか馬が舞うから聞こえてくる群馬のイメージとか、なんかそれに伴う質問みたいなのとかあればぜひ。ごめんなさいね、もう僕馬が舞う聞くまではもう群馬には全く何のイメージも何の思い入れもなかった。やめて。まあ、取材に行ったことあるんですよ、ヤンバダムの取材。あ、私あのダムの担当をしてて、ダムですごい長崎で一色ダムってすごい揉めてるんですけど、うんうん、それをずっと取材してて、で、あの、まあ、ヤンバダムもね結構いろんな経過があったんで、それで取材しに行って、うんうん、でヤンバダム取材した後にずっと群馬県庁までレンタカーでこう走っていって、でなんかこうね走ってると、あれなんかこの道なんか既視感あるなみたいな、こうなんか通ったことあるかとか思ったんですけど、よくよく考えたらそのニューイヤー駅伝で毎年見てたんだなみたいな感じだったんですけど、なんで、まあ、そういう思い出が、ね、あったりとか、まあ、草津温泉とかはね、うん、行ったこともありますし、うん、なんかやっぱその馬の名前を聞いて、やっぱ一番びっくりしたのは、はい、上毛かるたですね。上毛かるた、ね、知ってる？なんか前お話をね、縄文カルタへの忠誠心と教育がやばいのよ。じゃあエリートってことですか、縄文カルタの皆さん。縄文カルタのみんなもうあのしっかり覚えてる、教育されてるんです、ね、愛国教育がすごい、じゃあなんかあとか言ったら分かられるんですか皆さん。分かられるんじゃないですか。分かります、私大会にまで出てましたよ。大会があるんだ。じゃあ一旦行きますか。せーの、あですね、せーの、浅間のいたずら鬼の押し出し。怖い。ムツクラのム。ムツクラのム。
六倉さんの無なんだっけ、昔を、ああ昔は古し、昔を語る双子、双子のひだ間違えちゃったすいません、ちょっと揃わなかったです、カットすいません、無とか無とかね、適当なとこ出しちゃったから。でも私小学生の頃にあの縄文カルタの場所を回ってくるっていう夏休みの宿題が出てました。それで県内のいろんなところを見て、どういう意味があってそのこのカルタになってるんだっていうのを自分で研究してねっていうのがあって、5から10まで回れみたいな、馬が舞うの中でやっぱ皆さん当たり前のように縄文カルタのなんかこうトランスで読んだりしてるシーンがあまりにもあるからなんだこれと思ってで縄文カルタ調べたら、まあ県大会とかがねこう盛んに行われてて、もう子どもたちが縄文カルタやってますみたいな感じで、こういう県民が出来上がってるということは、これはねもうちょっと貴重な文化遺産ですよ本当に。ちょっと戦慄したもんねみたいな、この現代にこんなこんな姿の教育がみたいな、そうですね、それがすごい面白いな、なんか当たり前すぎてえそうなのぐらいな雰囲気になっちゃう当たり前で、たまたまその私取材先で群馬県出身ですっていう人にお会いして、はい、あ縄文カルタですよねみたいなこと言ったら、はい、あそうですよみたいな感じで同じようにこうそらんじていて言われてたんですよ、うんうんうん、やばいやばいみたいな、怖い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 と思ってでもなんかねすごいちょっといいなと思いました。なんかそういうこう共通言語があるすごい憧れるというか、あのすごいそれはねちょっと感動を、戦慄と感動が入り混じったね、うん、どんな感情ですか、感情がすごいね、群馬の人には当たり前のことだけど、うん、なんか多分長崎県とか県外が聞くと、え何々その文化圏みたいなのは結構あるんですよ、うん、多分、うん、なんか他にも何かあったりしますか。いやだからその焼きまんじゅうも全然知らなかったし、うん、だからなんかそういうのを通じて、なんか多分僕らの普段喋ってることでも結構当たり前のことが、うん、あの県外から聞くと新鮮に聞こえたりするんだろうなっていう、なんかそういう、うん、なんだろう、あの見返しというか相対化みたいなこともできて、すごく役に立ってますね。はい、ありがとうございます。なんかまあ聞いといてよかったって思って。ああすごい、おかげさまですね。なんか確かに群馬を離れて故郷を懐かしむみたいなところで聞いていただいている方とかも、まあ、いるはいるみたいですね、うん、そうですね、うん、東京から聞いてますっていうメッセージくださった方もいらしたので、はい、嬉しいです。そういった方にはね、縄文新聞少なくとも新聞としては届けられないですからね、うん、そうですね、うん、群馬基礎情報みたいなもっと入れたいんです欲しい、うん、なるほど、ディープにどうしてもね行っちゃいがちなんですけど、そっか、うん、そもそも群馬のイメージはで出てくるものを少し深掘りとか、うん、お前は群馬を知らないだっけ、うん、お前はまだ群馬を知らない、はい、うん、まさにそんな感じでした、うん、群馬知らねえって思いましたもん、ね、うん、ぶっちゃけその群馬っていうのあのまだ九州の長崎の方から見たりすると、どっから先はごちゃっとしててよくわかんないみたいな感じになるんですか。え、あちり、まあ、よくまあ子供の頃言われたのは、あの栃木と群馬はどっちがどっちだっけみたいな、うん、あ左右はどっちだっけ、ね、うん、なんか特にこうまだこう形もはっきりわからない、うん、ま、丸いのが2つあるんじゃないかみたいな今違うんですよ、今はあの鶴の形してますけど、ね、そうですそうです、そのイメージがもうできてからは形わかるんですけど最初の方は、ね、最初どうだったっけみたいな、最南端だったよね、あそこ最南端関東の北関東、北関東、茨城はまあちょっと形変わっとるかな、なんか 海にも面してるし、毎回群馬とね栃木のまた県庁所在地もさ、群馬はマヤして栃木は宇都宮で埼玉もね昔はあの浦和だったしみたいな感じで、はい、あもうそこでそのまんまじゃないからってこと、ね、そう群馬市ないですからね、わからんみたいな、あの辺どうせ行かんのやからいいやろみたいなこと言思わないですよそんなことを知らなきゃもう今は違う、今に行きたい、うん、僕はもう大学時代は5、6回行ってるんですよ、群馬っていうのが、僕は大学と東京の方だったんですけど、八王子からバイクで草津温泉までよく行ってて、すごい草津温泉がすごい好きなんですよ、はい、何が好きかってあそこの共同浴場みたいなところがあるじゃないですか、はい、あそこがめちゃく
ちゃ暑いのに地元のおっちゃんたちがなんか普通に入ってて僕は男友達と一緒に行ってなんか暑いみたいな感じで浜入ったりとか、なんかそのなんか感覚がすごいはいいなと思ってですね、近いけど異世界に来たような感じなんですね草津は源泉が暑いですからね、だから湯もみをして冷まさないといけないですからね、やっぱでも僕は日本有数、まあ、日本一と言ってもいい温泉街だと思ってるんですもうありがたい、言ってないよ。でも草津はやっぱいいですよ。でもまあ本当に雰囲気もね、あの一発でわかりますもんね、テレビに。あの辺で野宿したりしたこともあったりして。バイクで行って。まだゆりかごに揺られる。ゆりかごに揺られる。結構ディープに楽しまれてますね。あとまあ高崎とかね、そういうイメージはありますけど、その群馬どころか本当にこの北関東全体で。もやっとした感じの抱き方をしてる人は結構多いかな、ね、カブラさんもそんな感じなんですか、なんで私もそんなような存在に。いやいや東京にいなかったからね、関東にいたけど。そうですね、純粋バイオの長崎人としては、そうそう、あまり行く機会がないじゃないですか、あでもあの関係のある人がね関東に住んでたので、あなるほど、伊香保温泉とか行ったことあるの、島湖見に行ったりとか、ありますよ。じゃあ意外とみんな群馬は、そう、群馬とは接触してるんで、ちゃんと、ね、うん、だって行ったことない県は結構あるわけだから、あるけれど群馬行ったことある、行ったことのある県の人、嬉しいですね、よかったね、ちゃんとだから今日よかったと思って、行ったことがある県だからちゃんと大丈夫って何の接触もない県だから、申し訳ないじゃないですか、非常に、いやいや、せっかくだからなんかここで聞いておきたい群馬情報みたいなとこあれば、あのここ5人いますんでお答えしますここで聞いておきたい群馬情報は何だろう、何だろう、やっぱ普通にどこが、いや結構広いんだなと思って群馬って、広いのと結構いろんな都市が地域もあって支局も結構ね、多くてと思ったので、なんかどのあたりをちょっとこう、なんだろう、普段観光に行くとこ、そういう草津とか以外でなんかちょっとこうおすすめのところとか、ね、もしあったらね、確かに、角田さんあるじゃないですか、いつも行ってるところは今一押し群馬県の一番北にあるんですけど、みなかみ町っていうとこ行ってください一番北ですね、村上町、みなかみ町、何がホットなんですか、みなかみオアシス、なんかおしゃれそうですね、このボトルを見ただけでも自然がすごい豊かで、四季を通してあのアウトドアレジャーが盛ん、なんかアウトドアレジャー、はい、あのラフティング、あやりたいです、キャニオニング、やりたいです、スノーボード、スキー、でご飯がめちゃくちゃうまい、美味しいです、あご飯、水がいいからって、そう水がいいからって言ってます、なるほど、一番利根川の、利根川は分かりますよね、利根川の始まりの場所って言われて、あそうなんですね、谷川だけ分かりますか、谷川だけっていうのがあるんですけど、新潟との県境に、そうですね、ものすごくこうお水が美味しくてご飯も美味しくて自然が豊かです、最高ですね、もともと水上町、今ひらがななんですけれども、もともとはね水の上の町って書いてあるんですよ、あなるほど、もうどっちの名前もそのままこう、なんだろう、成り立ちと重なっているっていう感じなんですね、そうですね、なんかさっき前半で過疎の話があったんですけど、結構水上町も人少なかったんですが、結構なんていうんだろう、県外から若者が来たりとかしていて、なるほどなるほど、なんかちょっとイケてる地域になってる、イケてる地域です、はい、ぜひちょっとイケてる感出てる調べてくださってます、ね、ぜひぜひそこにお立ち寄りくださいと思ったんですけど、その群馬でそのなんかこうお土産じゃないけど、そのなんか伝統工芸品とかなんかそういうのってあったりするんですか、だるま、だるまになりますか、だるま、高崎だるま有名で、私だるま職人の息子が同級生にいて、なんかすごい身近にだるまがいっぱいありました。あなんかこう断るたびにだるまが出てくるんですか、人生のいろんな節目にだるまが出てくるとか、でも必ず買います、毎年1回ね、お正月に買い替える、
え、そうなんですか。干支の置物的な感じですかね。誰も毎回買えばあんまり買ったことない。人生でまだ買ったことない。そうなんですか。え、年末に目を両方入れて収まりましたねって言って、うんうんうん、お焚き上げみたいな形で奉納して、うんうん、収まりました、ね、で新しい年になったらその年のものを買う。1年見ただるまにそうありがとうねって最後、あー、いいですね、いいけど、でまた新しいだるま買ってくる。そうで片目を入れて1年だるまって選挙の時の道具ですよね。そう選挙だよね。だるま市ってのがあるんですよ。かわいい。あ、今アマビエだるまをね。あ、かわいいですね。ちょっとだるまやりたいわ。だるま面白い。だるま今年、来年か、来年の年初にだるまを買うっていう。あ、ぜひぜひ。あの年始のあの NNN の動画のやつで。あ、そうだね。入れをしましょうとしたら。でも今完全にフルオーダーのだるまとかありますよ。フルオーダー。フルオーダー。ちょっとハードル高くなった最初から。何をオーダーするんですか。だるまをどうカスタマイズするんですか。例えばワールドカップの時とかに日本代表のユニフォームみたいなのをまとっただるまとか。だるまがキャンバスになってるわけですね。そうですね。それって群馬県民だけのやっぱ風習。いやでも単純に全国の出荷の割合でいくと。シェア率が高いですよね。あ、だるまの名産地なんですね。うん、まあだから自分たちで、あの、ね、生産しただるまを自分たちで消費してるっていう。いや、いい地産地消じゃないですか。地産地消。そう。地産地消です。え、すごい。いや、農閑期の産業みたいなところからいろいろ多分始まっているんじゃないかな。なるほど。じゃあすみません。ちょっと次の話題に。はい。ちょっと。50回記念というところなので、まあ、ちょっと今群馬の話で盛り上がれてきているところもありますので、はい、まあ、馬が舞うの率直な意見だったり感想、これちょっと新聞社ポッドキャストの先輩としてぜひぜひ率直な受け止めをお聞きしたいんですけれども、どうでしょうか、松倉さん。新聞社ポッドキャスト この1年でめちゃめちゃ増えて、あの非常に僕もあの楽しんで聞いてるんですけど、あの馬が舞うはですね、あのやっぱ日野原さんと伊藤さんのこう結構等身大のやり取りとか、ありがとうございます。あとやっぱその時田さんみたいな若い人も最近こう絡んできたりとか、五十嵐さんのね、なんかちょっとこう取材力とか、なんかまあそういうこうさまざまなあのパーソナリティ皆さんの出演されて皆さんのパーソナリティも自分の中でもかなり入ってきてしまったので、まあ、そういう意味ではなんかこうなんだ出てる人自体にこう親しみが持てるっていう番組作りは結構うちと重なるところが結構多いので、あのそういう意味ではすごく、あのいやもう馬が舞うさんの番組はすごく立派で、あのゲスト出演もすごい多いから、もう全然うちよりはもう本当にちゃんとしてる、ちゃんとしてますよね、ちゃんとしてるちゃんとしてるなとは思うんですけど、でもその中でもこうちょっとこうゆるっとこう縄文新聞の人たちはこんな人なんだっていうイメージを持ってもらえるよう な, こうなんだ雰囲気作りっていうのがすっかりされてるので、あのすごいシンパシーを感じてますね。ありがとうございます。あ、いや毎回ね、高らってね馬が走ってきます、ね、ご丁寧にね、馬のひずめの音が入ってきて言っちゃってねで、なんか馬が舞う、ありがとうございます。テーマソンがちょっとリリさん、あれ途中から始まったんですよね。そうです、あの最初なかったよ。リリさんっていうあのアーティストの方に来ていただいたときに、即興でジングルくださいって無茶振りしたら歌ってくれたんですよ。そうです。すごい。それからずっと使ってますね。めっちゃいいなとか思って。歌って歌ってよ、油さん。ねねね。それすごいいいなっていう。まあ、だからそういうふうにこうちょっとずつこう番組とともにあのリスナーもこうだんだん近くなっていけたん で,、で今日なんか本当に僕も結構馬が舞う聞いてたから、あのこうやって日野原さんとか伊藤さんとか岩田さんとか本当に普通にお話がなんかこうできたのはやっぱり聞いてたイメージっていうのもすごくあって、やっぱ改めてこうポッドキャストすげえなって思いました。確かにでも事前の打ち合わせとかめちゃくちゃスムーズでしたもんね、会話の感じとかが。そうなのよ、本当にそうなのよ、いやありがたい、そんな中で、あえて改善点を上げていくとするとどのあたりになってきますか。改善点、うわ言いづらくないよ、ないもん。いいっすよ、全然でもなんかその前に言った時はその見出しがあのはっきりしてないから何の話をしてるのかわからないよねって話をしたじゃないですか、でそれしばらくしたらあの馬が舞うさんあの、まあ、しっかりあの
タイトルだけじゃなくてこう説明文のところにこんな話してますみたいな、はい、加わるようになって、はい、おみたいな NNN 聞いとるやんって反映されて、ね、はい、ただその次ぐらいの回が多分ね高橋克典が来たで、あれは完全に見出しのミスリードにトリッキーな回なんで、あれはもうああいう説明のない見出しだけのあれじゃないとできない、できない、なるほどって思ってやられた。改善点はそうですね、いやなんか改善点っていうのはあまりないんですけど、なんかこう どういう形でこの地方紙のポッドキャストっていうか、うん、どんな形が考えられるのかっていうのは、うん、なんか一緒にこう馬釜さんの動きとかを見ながら僕らも参考にしたいところあるし、うん、やっぱっ微妙にちょっと立ち位置とか、まあ、うちはね、非公式のままだし、うん、なんかそういうこう喋ってることとかノリとかテンションとかもやっぱ少し違うところもあるので、うん、そこの部分はこうお互いにこう参考にする部分たくさんあるなと思って、うん、違いを大事にしながらこう盗めるものは盗んだりお互いにこうアドバイスし合ったりっていうのをできればいいなと思ってるんで、うん、ですね、うん、ありがとうございます。なんか今後に向けて少しね、そうよりイメージが湧くような感じですかね、うん、だからやっぱりもっとこう皆さんのパーソナリティをまあまあ伊藤さんがすごいなんか劇好きでとか、なんかまあ、 あの井ノ原さんお子さんいらっしゃってトリミング遊びをずっとしてるとか、はい、まあ、そういうのがたまにこう出てくるんですけど、はい、なんかもうちょっとこう皆さんが普段どんなこと考えてるのかとかどんな趣味なのかっていうのをもっとこう、ね、我々出しすぎですからね、そうそうパッションをパッションをね、パッション出していかないとですね、だからテンション上げていかなきゃってことだ、これは私は語りますよみたいな。でもあんまりそれ言うと食われちゃいますよ多分、ん、我々の良さが、あの、ね、みんながポッて出し始めたら、そう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 、もっと尖るんですか、もう尖るってことないですよ、磨き上げていくかピカピカに。あとはあのせっかくの機会なので今後ですねぜひ、はい、そちらの番組にも呼んでいただけると、もちろんもちろん、ぜひぜひ、それをまた楽しみにしております、ね、本当にあの今日はなんかそういうこともできればなと思ったんですけど、こっちのねあの機材のなんかこううまくいけるのかちょっと自信なかったんで、あと、まあ、そちらの収録はどのぐらい時間かかるのかも読めなかったので、あのちょっと今回はと思うんですけど、ぜひぜひ、ね、ありがとうございます。にもあの出演していただいて、今回こうちょっといろいろね機材がこううまく動くということに知見を得られたので、うんうん、そうですね、うんうん、意外とリモート収録いけるんじゃんっていうことが、いやいけるし、ちょっと思った以上にちょっとね楽しくなって嬉しいです、ね、でもそうですよね、離れてるからこそこうやって盛り上がるというか、お互いのことをこう、うんうん、情報交換しやすいところでね、うんうん、やっぱ群馬県民のねちょっとやばい習性をもっとこうもっと明らかにして、ね、うん、今回その情報カルタっていうや、うん、もうやべえ、そうだるまだるまだるまよかったですね、皆さんとからをね交流していきたい、やっぱお互いの当たり前がやっぱり反転する瞬間も続々来るじゃないの、やっぱそういうのをもっと増やしていければなと、ぜひ、はいはい、NNN にもお越しください、ありがとうございます、ぜひ呼んでください、ちょっと本当に今日はあっという間ということで、まだまだ話し足りない部分あるんですけれども、続きはまた次回コラボ会でということにさせていただければと思います、はい、ね、はい、すみませんね、本日は、長崎新聞から、NNN メンバーですね、睦倉さん、鎌田さん、そして三代さん、お越しいただきました、お越しいただきましたというか、まあ、リモートでつながせていただきました、はい、皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う、2週連続お楽しみいただきました長崎新聞ポッドキャストNNN さんとのコラボ会、そろそろお別れのお時間となります。ありがとうございました。ありがとうございました。思いがけず大長編になりました。めちゃくちゃ盛り上がっちゃいました。やっぱり同じことをね、同じ立場で取り組んでいると話が弾むもんなんだなっていうのはすごく感じました、ね、熱量もすごいですもんね、お互いの熱量でどんどんヒートアップしていきました。あとは本当に睦倉さんの馬釜愛が
ありがたいです。非常にありがたくて、いや全部聞いてくださっていて私より全部知ってんじゃないかな。金曜朝のルーティーンだってね、おっしゃっていただいて、本当にありがたい。なのでまたまたこれもね切磋琢磨していきたいなと思ってますので、はいはい、もし今日ね長崎から聞きに来ていただいている方もいらっしゃったかもしれないです。そうですね、ぜひぜひ聞いてほしいです、はい、で馬鹿リスナーの方も NNN さん聞きに行っていただけると、はい、あこういう感じでやってるんだっていうのをね、うんうん、ぜひ楽しんでいただきたいなと思ってますね、はいはい、本編でも少しね少しっていうか、まあ、結構触れられましたけど、はい、グルメの話で、うんうんうん、まあ、焼きまんじゅうの話を出まして、ソウルフードですね、はい。まあ、なかなか、いろんな話は共感できるんですけど焼きまんじゅうの温度感がうまく伝わらなかったので、はい、まあ、有効の印として、うん、もう発送手配ということで、おー素晴らしい。ぜひ感想を聞きたいですね、はい、焼きまんじゅうの会で登場した、はい、桜庭社長に中寺茶屋さん、はい、ちょっと手配してくださいましということで、はい、ありがとうございます。上毛かるたも上に乗っけてじゃあもう覚えていただいて、はい、今度は出張で、そうだね、かるた大会ができるといいですね、はい、ぜひぜひね、まあ、その辺の感想が来たら、はい、あのこちらでもまた紹介させていただきますので、いやもう感想の配信していただきたいですね。あ、そうだね、上毛新聞確かに、あの行ったっていう、はいはい、まあ、長崎もね、あのもしお出かけの候補にあったらお出かけいただきたいなと思いますので、はい、その辺もお知らせして一旦こちらで中締めという形にさせていただければと思います。はい、日野原さん、はい、実はですね、馬鹿宛てにお便りが届いております。ご紹介させていただきます、はい、太田市在住の20代女性、はい、上毛新聞の皆さんこんにちは。はい、こんにちは。先日、チラシの中に載っていたポッドキャスト案内があったので初めて聞かせていただきました。最近ラジオにハマっている私にぴったりで、馬が舞う毎週聞きに行きたいと思います。社員さんの人脈をバリバリに生かしたポッドキャスト最高です。裏側もいろいろ知れて面白いです。シャープ42登山マスターの回勉強になりました。登山されてる方なんですかね、はい、日野原さんと伊藤さんのお声聞いていて心地いいです。ご意見いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、おーとかあーとかしか言えなくて完全に照れちゃってるんですけど、ね、日野原さんガチ照れですね目線もそらしてもう照れまくってます。ありがたいですね、はい、あの馬釜のロゴのイラスト付きで送っていただいております。完コピできてるすごいですよね、クオリティがめっちゃ高いです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、こういう本当にリスナーさんとの交流が、うんうん、本当に心の支えになっておりますので、はい、どしどし、その登山マスターね、やっぱり具体的なワードがバンバン出てきたのが良かったですかね。そうですね、もうなんかと初めて挑戦するっていう方にも、もともと登山やっているっていう方にもすごく聞いていて楽しんでいただける回だったんじゃないかなと思います、はい、いろいろあの会議の材料にさせていただきますので、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな、まあ、そんな励みになるお便りですね、はい、まあ、もちろんメールでも大丈夫です。どしどしお待ちしております。待ってます。メールアドレスをお伝えしておきます。uma@raijin.com uma@raijin.com こちらまでお気軽にお寄せください。ツイッターのハッシュタグひらがなで馬が舞う、お気軽につぶやいていただければと思いますとともに、公式ツイッターやってます。はい、公式ツイッター JOMO_ 馬が舞う、こちらで検索していただいてフォロー待ってます、はい、お願いします。そして各アプリでお聞きいただいた後の温かい評価やレビュー、こちらもお待ちしております。お待ちしてます。次回が新年度、はい、次回はですね、はい、新年度一発目、そして2年目が始まるということで、はい、群馬マスコミ3社コラボ会となっております。新聞社、はい、テレビ、はい、ラジオ、それぞれの視点で伝えるということについてトークしていければなと思っております。プロの人ですね、これ完全。そうです、まあ、司会進行のプロの方を司会進行するっていう、ちょっと別の緊張感。そうですね、ド緊張するかなと思うんですけれども2年目もぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでのお相手は上毛新聞社営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々でした。ありがとうございました。ありがとうございました。